変化量こんぐらいあるけんね。ダメだよ。はい、来た俺の山田久志。いかんもう山田久志ってなったら違う人を思い浮かべてしまう俺。でもなんかこのまっすら回転おかしくない？はいっす、山田久志育成終わらしてきましょう。ということで使いましょうか。まあ無事ね、山田久志取れたんで使っていきましょう。はい、ということで表ステータスは ABA ね。やっぱね、山田久志といえばこの高速進化変化量マックス、これがもう一番のミソで、俺ねちょっとね今回のガチャ動画でねちょっと触れてなかったんやけど、こうまっすらつきました。俺ちょっとそれに気づいてなくてさ、なんかめちゃめちゃスルーしとったっぽい俺で。まあ伸びとキレだけ上げて、ちょっと援護上げておりません。でもね、俺一つ言わしてもらうとさ、この山田久志さ、パリーグ杯で使いたかった。まあまあまあ、もうね、パリーグ杯今日の15時で終わったんで、ちょっとね、次の大会で使いたいね。で、今回のお供になるのが、この高津。仮に、山田久志でちょっと打たれ込んだなと思ったら、すぐ高津行きます。この系統は、もう地獄でしょ。で、摂津で刺すとか言ったけど、まあちょっと摂津入れとくか、じゃあ。摂津で刺します。なんかずっとパリーグ杯しょったけん、ちょっとセリーグの選手今使いたいんよな、俺。わかる？ちょっとパリーグ杯とか、まあセリーグ杯に出とった人たちは、ちょっとセリーグの選手俺使いたいんやけど、今。ちょ、ガッツはすみません。今日はちょっと6番で。で、あとソレイタも今日はちょっと一旦ベンチで。4割8分。てかさ、俺こんな打率高かったっけ？まあちょっとね、今回 OB 第2弾来てさ、一番欲しかった選手をさ、まさかの累計で引けたけんさ、こんな運のいいことあるということで、ちょ、山田久志にちょ、なるべく援護を与えつつ、で、あとちょっと大会後なんで、バッティング、お見苦しいものになるかと思いますが、ご了承ください。まずランクになれましょう。帰ってきました。お帰りなさい。ただいまです。ただいま戻りました、ランクに。弾遅っ。うわ、藤波くんとかも久々対戦するな。うまっ。うわ、丸よしひろ久々使える。丸さん1週間ぶりか。今日はバッティングじゃないんで。でもなんか打率6割4分から下げたくない。でも絶対下がる。もう遅い球が。村田、久々の村田。あー、パリーグ杯は良かったね。藤川球児と戦うんで済んだけんな。腹立つ。あー、一週間顔見らんくなったら、こうやっぱこんな化け物やったんやな。よかったわ、パリーグ杯で。セリーグ杯、これ毎日戦うたちろ。気が狂うわ、俺、そんなの。プロスピやめとったわ、俺。よ、戦ったな、セリーグのみんな。ということで、山田久志。いきます。使ったことありません。うわー、ギュインとなるよ。変化量こんぐらいあるけんね。はい。で、新球種が新しくついたマッスラとか投げちゃったりしちゃったね、なんちゃったりし、なんちゃったりしたでいちゃってる。おい。おい。どうこの。いや、しかも、伸び。伸びちゃってます。ギュインってなるよ。はい、伸びちゃってる。相手打率5割ぐらいあったんで。で、伸びがないとき、じゃあちょっと進化系でいこうか、つって。うわ、これパリーグ杯使いたかった、マジで。絶対無双しとったやろ、これ。おい、高津味があるね。で、このあと3回に1人抑えて高津行って、セッツ締めるんで。
あとね、パリーグ杯もよう打ってくれたガッツが、本当に。ずっとサードで使ってました。中村のりいなかったんで。あ、2回ね、2回。超高速やりすぎても、ランクも3回あるもんと思ってしまった。だけど、要は、貝頭、山田久志で行って、高津からの接で締める。で、ここ、一人一冊。はい、まず、高速進化変化量マックスの山田久志からの、高津。俺ってもしかして進化好きっちゃか。で、高津はこれ本当は大きい方投げたいけど、あえての短いやつ。山田久志とね、ちょっと差別化するために、てか区別をつけさせるために。で、大きい方。あれ、危ない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 。はい、そう、てか大会中あれ全部取られたけんな俺、あのヘッドスライディング。うん、大丈夫大丈夫、高津。よし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 、さっき見た進化と全然違うけんね俺。中継ぎ全部進化で組めるかもしれん。あとこれに増田、石川歩夢で、ここでセッツで締める。結局山田久志と高津が強いってことです。きた、俺の山田久志。いかんもう山田久志ってなったら違う人を思い浮かべてしまう俺。OKOK、 4割4割。さっきの人よ、さっきの人5割やったもんね。でも5割余裕やったけんな。ここはもう一人で投げさせてもらう。てか一人で行く。ちょっともうね、ちょっとなんか高津も不安定やったし、セッツもちょっとあんまやったけん、ちょっとここはね、山田久志が一人で行けんのかっていうところ。こげん曲がるけんね、これだけ覚えときゃ十分。行きましょう。で、キレが出たら極力俺はちょっと進化で攻めようかなと思います。でもね、キレが出たけんこいつ変化球で来るやろうって思われたら嫌なんで、まあキレが出たとしても、まあね、このマッスラを、まあ、ボール球に投げてあげて、結局軸でこれで刺すみたいなね。ギュイン、あはは、い、これよ山田久志。ルンルンで、山田久志固有あるんでね、はい、てかさ、これ補給ちょっとバグってない？今補給誰も取れんないけど。外角の方がいいんかな。あ、外角いいね。てか高津の時も俺内角投げてなかったもんな。じゃ外角がっつりいくわ俺。で、こっからも投げようか。さすがに真ん中からだけ投げても強くないけんね。はい、あー、一旦インコース行こうか。で、これボールね、絶対ボール。それは知らん。ギュイン、はい、全部ボール球振り寄る。これが強い。ボール球振、でもね、やっぱね、そのパリーグ杯でやっぱ石川歩夢使ったけど、やっぱボール球振らして打ち取るピッチャーって、やっぱどうしてもね、ライト線ポテンヒットとレフト線ポテンヒットはやっぱつきもん。つきもんやね。やっぱここはもう共に生活覚悟の上。やっぱこういうとこでね、ボール球勝負になるとね、やっぱ、振る人は振ってくっけんさ。そこと付き合いせないかんな。で、その話戻るんやけどさ、なんか補給おかしくない？そんなことない？俺だけ？
なんかちょっとしたことでびっくりマークでな、補給。俺だけやか。今日補給 S のヤマトがエラーしました。やっぱなんか今補給おかしいよね。あんな補給エラーすることなかったもん。なげ、内部システムで今またなんかが噛み合ってそげになっとったばい。いや、これがね、気のせいじゃないとってマジで。あんね、俺パリーグ杯のサードを小笠原、ま、全然取れんかったんよ。そのね、俺が言いよるラインドライブがシンクって打球が速くて取れんかったじゃないんよ。なんかね、ぴょんぴょんぴょんって取れんかったんよね。だけどなんかちょっと、って思った件、みんなはどげんちいうことです。それがそうとかじゃなくて、みんなはどげん思ったよか。ノリは安定だったけどね。まあちょっとね、やっぱ補給 B 以上しかなんかもうダメみたいな状況ではあったかな。でもやっぱそれでも小笠原を使う理由ってやっぱこのバッティングにあるよな。これね、もうこれに尽きるんよね。もうこれが忘れられんでさ、寝ても寝ても寝ても覚めてもこのバッティングが道理から離れられん。もうこの選手を以外使う卓がないっちゃん。今の状態でシピアにセカンドを守らせたら全部びっくりマーク出るやん。出るね。出るね。でシピンじゃない。シピアって誰なんぞ。シピンでしょ。あーそっか、じゃあ俺が今思った。ゴールド山田久志、勝ち。だけど多分結局そうなんやろうな。結局、あ、じゃあ今ピーちゃんがね、ピーチャーソーが今こう思っとるんやったらセカンドピシピン使うって言うけど、もっとエラー増えるんじゃないってことやろ。エラー増えろうな、シピンにしたらな。ちょっと次ストレートで押したいな、あえて。今までずっとシンカーしか投げてなかったけん。でもなんかこのまっすら回転おかしくない？なんかグリフォンとかタイラとなんかちょっと違うくない？